キャットレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、天秤について、基本的なことを簡単ではございますが、ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。以前、投稿いたしました、テコの、弦について、ご説明させていただきますのですが、テコは、視点、力点、作用点で成り立っているということで、これによって小さな力で大きなものを動かしたりすることができるということです。またこういうふうに同じ距離、そして同じ材質、同じ大きさでしたら釣り合うということ、この釣り合うということに着目して、私たち人類は次に天秤というものを発明しました。これによって具体的にただ単に軽い重いではなくて、具体的にどれぐらい重いのか、どれと比べてどれぐらい重いのかというのを知ることができるようになりました。今回使用する、教材ですが、株式会社アーテックの、重さがウェイト、数字天秤というものを使います。これのすごいところは何かと言いますと、この数字ナンバーですが、この1 2 3 4 5 となっています。このナンバーイコールウェイト、重さとなっているのです。非常に直感的で分かりやすくて便利です。ではまず実験1といたしまして、数字の、重りを使って実際に天秤の動きを見てみようということですが、片方にナンバー1を入れます。ではここにもう片方にナンバー1を入れるとどうなるかということですが、釣り合いますね。続きましてナンバー2といたしまして、重さを比べてみようということで、天秤の仕組みが分かったところで、身の回りのいろいろなものの重さを比べてみようということですが、例えば消しゴムとか、これで釣り合い、大体釣り合いましたので、消しゴムの重さは、4+5 ということで9グラムということが分かります。他にもいろんな日用品の小物を入れて、こういうナンバーで重さを測定してみるのも面白いです。続きましてナンバー3ですが、形が変わると重さも変わるのかなということなんですが、どういうことかと言いますと、同じ材質、同じ大きさのものでも、じゃあ形が変わると重さも変わるのかどうかということの実験です。
ここに、アルミ箔4枚用意しております。ここに片方にこっちを入れてみます。ではここに同じ大きさのものなんですが、これを折りたたんでみます。折りたたんだものを入れてみますとどうなるか。釣れますね。では、ちぎってみたらどうだろうかということですが、こういうふうにちぎったものを入れてみます。釣り合いますね。ではこれを丸めたらどうかということですが、釣り合いますね。同じ材質で同じ大きさでしたら、形状を変えても重さに変化はないということです。まあ当たり前といえば当たり前なんですが、体重計の上に乗ったとしても、片足を上げてみようが、座ってみようが立ってみようが、体重は変わらないということです。以上です。Thank you.